どうも、エルザです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思いまーす。さて、天空都市来たんでね、早速攻略やっていきたいんだけど、まあ、アイアンブーズをちょっと使っていく感じかな。嫌なところに敵いるねー。よし、OK。危ない、危ない、危ない。なんだかんだ1持ってかれるからね。うん、アイアンブーツ使うな。さて、あれだね、なんかスカイボードの時に比べると低空都市って全く違う感じだね。古代文明進んでるって感じがするけど、卵っぽい感じだねー。こうやって見るとねー。んで？ん？ん？どういうこと？開かないねー。あの目ん玉は？あ、上あるね。これ。よし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 。パッと見は見えんな。あ、おばちゃん。え？おばちゃんがいっぱいいるわ。マジかー。ボッツ。あー、ここと同じ扱いできんのか。ほい。これおばちゃん叩きすぎたら怒るんじゃない？あー、おばちゃん、おばちゃん、それは。あ、ダメだ。これちなみに、あー、できないか。乗ることはできない。あ、しかもあれだ、壁歩いてる。ってなるとフックショットか。おばちゃん。オッケー。フックショットこうやって使うんだね。オッケー。おばちゃんを避けながら切るのは大変だな。あー、じゃあ今まで手に入れたのちょっと使いながらって感じかな。なんかでっけえの出た。ポケモンに出そうなの来たな。落ちた。まあ落としてしまえばね。で、問題は、あー、いや、いけないな。あれ、掴めるけどいけないねー。ってなると、正面か左か。なんだろうな、こっちも違うっぽいな。右側か。いやー、なんかさ、このー BGM にさ、パイみたいな声が聞こえてさ、マスターソード、マスターソード、スカイウォードの時に出た
ファイネみたいな声がしてずっと気になってんだよね。この時ファイの存在はないはずだし、不思議だよね。施行されたのかな、この時点でね。それも気になるな。次スピナ、おお、オッケー。いいね、いろんなアイテム使うのはいいね。単純に楽しい。回復アイテムあるから。あー、鍵がない。はいはいはい、フックショットで違うルートだね。こっち通って行けだ。よし、どうぞ。これ一つでも見つけてなかったらリンクは突破できないわけだよね。たまたまにしたらよく見つけたよね。一旦これ中に入る感じかな。アイアンブーツいるかな。あーで、一応戻るようにこっちがあると。これさ、下のマークよく見るとルピーっぽい形してるよね。高いよね。さあ、アイアンブーツ用意しとこっか。でもな、それより気になるのはな、上の鳥がな、上の鳥が気になる。やっとステージないって感じだね。コインが200。これで何が出る？お、小さな小木だ。意外と早かった。落ちたらおしまいなんだ。これおばちゃんお願いして戻った方が早いのかな。まあでも多少移動しないといけないからね。じゃあ小さな鍵のところに戻ろう。おお、ドラゴン来た。わあ、しかも壊してった、マジか。いやー、もう用はねえなと思ったら、もう完全に壊していったね。やるな、あいつ。ってことはやっぱあいつがボスだよな、今回のダンジョンは。嘘でしょ。
今のつかめてないか。ダメだな。さあ、あとは鍵を開けるだけ。何が出るかな。中ボス早く出てくるかな。鍵使うのも早いしね。お、いや、そんなことなかった。そんなことないね。おー、あ、沈んでった。あれ、あ、扉あるけどって感じだな。もうおばちゃん、来たね、ダンジョンマップ来たね。広さ見てみよっか。うーわー、回数やば。あ、まあまあまあ、でもそんなにか。回数は多いけどって感じだね。基本的にはどっかの1階とかっていう感じか。これ開かないってことは違うところか。だよね。ダメか。やっぱだよね、めちゃくちゃ早いもんな。めちゃくちゃ早かったな。さっきのところも行けない。上に上がれればって感じだよね。あっち行きたいね、どうにかして。ダメだ。これきついな。そっか。お。こっちは。おお。で、止まると。ああ。そうか、それはわからんなー。で、これ戻って一回足場出そっか。え、きついな。落ちて二打目っていうのが、結構きついな。ハート出ないんだけどね。それにしてもいつでもピンチだな。
ちゃんいたら楽そうだけど。キャンセルされるか。いや当たんねマジか、思ったより当たんね。もういっか。あ、ショートもするんだよな。ああなるほど。あれなー、もちろん。はい。うわー久しぶり見たわあの敵。マジか。なんか反応したよね。どっか反応するんだよな一瞬。行くか。こっち行って、はい、飛んで、大丈夫、大丈夫、いや、大丈夫じゃねえな。落ちた、落ちた、落ちた。あー、めっちゃ中途半端なところ落ちた。そこ。あ、落ちた落ちた落ちた。意外と痛いからね。よし、で、登ってオッケー。あー、着いた。中ボス戦。あれ？これ反応してないじゃん。4?5? あー、多分この子強いタイプか。鎧着てるもんね。いや、これちょっと。あれ？あれ？もう一体消えたね。なんか知らないうちに落ちていったね。あ、ラッキーだ。あ、すげえ不戦勝感があるな。もうさ、あいつ出てくるとさ、恐怖症になるよね。大体いなくなったなーとかいないなーと思った頃も来るんでしょ。ちなみにさっきのどこがいたん？あー、これ戻る感じ？
上行けないもんね。あー、じゃあ、ワッチャン使おうか。あ、いや、いいか、普通に戻るか。ほいで、戻ってきたんだけど、結局ね、ここにツタがあるのが分かったんで、あれ分かりづらいんだよなぁ。まあ、上がりづらいんだよなぁ。まあ、ここ、行けば進めれると。あ。え？ああ、風、やーむ？いや、そういうわけじゃないか。ああ、そういうことか。おばちゃん使って、一緒に行くのか。おばちゃんちょっと来て。いや、おばちゃん。ああ、結構これ風に乗らないと、ダメだね。ちょっと違うおばちゃんに変えて。さあ、この次だね。ほい。画面上向くのが結構きついな。いって、あぶねえ。ちゅうことは、おばちゃんライドをするわけか。そうだね。おばちゃんライドの時間だね。うっそー。じゃあ前に進むのはいいけど、後ろに進むのは、あれだな。極端にあれだね。進まないね。後ろブレーキみたいな感じだもんな。ああ、他のところか。そうだね。一回待って。あ、いや、そこか。ルピー。20ルピー。まあまあまあ。いざって時はね、アイテム。前に戻れるからね。ほい。お、マジか。これでオッケー。コンパス来るかな。ルピーか。ルピーしか出ないなぁ。あ。ちょっと待った。これ。こうか。オッケー。ブーメラン使うなぁ。とりあえずこっち。ツボが飛んでった。なんだけどこれ結構難しいんじゃない？ルピーはね、もう仕方ないとして。よし、オッケー。こりゃ大変だぞー。常におばちゃんとデートやなー。このおばちゃん、リト族的な位置なのかな、そうなると。
か。はい。じゃあ、ちょっとね、時間もいい感じなんで、今回ここまでにしたいと思います。で、まあ、次回下の方だね。ね、行ってしまえば、多分、そろそろ中ボス出るんじゃないかなという期待もしてるんだけど、新しい装備も気になるところだね。ということで、ここまでご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。